どうなったんですか？植物にはどうして花粉があるのですか？どうしてそれが知りたいんですか？花粉症で目が描いてたのですと言っていました。そうですか。今は先生ですか？生きていけなかったよね、植物が。
もうだからすっごい味気ない世界や。だけど花粉っていうのを作ることによっていろんなとこで植物は生きていけるようになっていくの。でその花粉を作る植物でその花粉っていうのは花粉症との関係を知りたいのかな。はい、うん、あの花粉が人間に花粉症になるようなもんって主に3種類3つのグループなんや。一つはよく知ってるやろ、スギヒノキや。いいか、うん、でもう一つのグループがこれはあの日本でも先にハグンはあの取ってきていい匂いがするからスサノキって言う植物やけど、ヨモギ、ヨモギとかブタクタっていうのがね秋に花粉飛ばすもう一つのグループなんです。まあそれ知ってくれるか。スギヒノキっていうハグのグループと秋にはヨモギブタクタっていうのがある。それからね3つ目のグループがね、あの羊や牛が食べるホクソンっていうのがあるね。日本ではカモガヤっていうのが有名やけど、イタリアンライグラスとかね、ホクソンっていう羊や牛があの草ずっと食べてる写真とかわかる？はい、うん、あれホクソンっていうのを食べてんやんね。で、あの牛ね、あの牧草っていうのを食べさせるためには刈り取って少し乾かすんだ。はい、でそれを干し草にするんだね。あのちょっと乾かすのを干し草にするっていう。でそういう作業をしてた人たちが初めて出会ったのが実は花粉症なんです。だから花粉症のグループは杉ヒノキからヨモギとかプタプタ、そして3つ目がこの牧草類ね。で初めて出会った人たちがこの干し草にするときに何や知らんけどくしゃみが出たり涙が出たり熱が出るっていう症状が起こったんで、花粉症のね英語ってせっかくあの電話してつながってるから大きい声で言って覚えとこうか。これにフィーバーって言ってみて。ヘイフィーバー。ヘイフィーバー。そうそう、ヘイっていうのはね干し草っていう意味なんです。今さっき言ってた牧草をちょっと干してるやろ、その干し草ね。フィーバーっていうのは熱ね、熱が出るから。だから今でもね英語はあの花粉症はヘイフィーバーっていうんで通じるんです。もちろんあの医学用語もあるけどね、英語でヘイフィーバーって言ったら伝わるから。だから今くれた質問にはなんで花粉があるのっていうのは、花粉がなかったら植物の生きてる世界はすっごい味気ない水辺にしかないんやっていうことね。そして花粉症になる植物のグループはっていうのは3つ覚えておいてと言ったけども、スギヒノキ、ヨモギ、ブタクタの秋、そして牧草ですね。そしてせっかくやから花粉症は英語でヘイフィーバーって覚えておいて。はい、あ、いいか、それで、はい、いいですかね。はい、はい、それじゃあどこかの知りたいことは